皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。前回紹介したこのギタリストというメーカーの AH1 というギター、買って最初から貼ってある弦で演奏するとこんな感じの音、ちょっとこの音を覚えていてください。こんな感じの音色です。ではこれをエリクサーに張り替えるとどんな音がするでしょうか。どうぞ。これがエリクサーの音です。てなわけで改めまして滝沢勝成でございます。皆様ご機嫌いかがでございましょうか。前回の動画で紹介したこのギタリストという謎メーカーの、マジ謎っすよね。謎メーカーの AH1 というギター、この動画の中でこの弦を張り替えてどんな音がするかっていうのをね、一緒に楽しんでいこうかなと思っております。その動画の中で言ってた通り、このギターにもともと貼ってあるこの弦、があんまり良くないから、なんかこれで損してる気もするんですよ。まあこのギター自体はその物はさ、別に悪くなくもないというか、まあ悪いんですけど、でもまあ弦を変えればもうちょっとマシな響きが出てくると思うんですよ。最初から張ってるギター、あ、弦、このまあ、ローとかは出てるけども、なんかこのミッドのこのふくよかさというか、腰というか、その辺が全然ない感じがわかりますでしょうか。まあ、そういうシャイシャイしてるというか。で、なおかつこの高音成分に関しても、なんかこのきらびやかとか、なんかこのね、心地いいとかじゃなくて、なんか耳障りな感じっていうんですかね。なんかギンギンうるさいというか、なんかこのあんまり心地いい感じじゃないですよね、この高音成分。このガシャ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 っていうのがなんかわかるかと思います。なんかこうメロディーとか弾いててもなんかこのあんまり気持ちよく響かないというか、なんか薄っぺらいというか、感じはないですよね。なんかそれガシャガシャぐちゃぐちゃっていうかギンギンみたいな感じと、なんかそんな感じがすると思うんですけども、いかがでしょうか。でもこれをエリクサーとかそのまともな弦に変えるだけで結構響きが変わってくると思うんですよ。なんでその辺の響きの違いとかをね、いろいろこのベラベラ喋りながら、遊んでいこうかと思いますので、もしよければギターとか練習しながら、のほほんとご覧いただければ、楽しんでいただければ幸いでございます。とりあえず今回、エリクサーのフォスファーブロンズナノウェブ1047に張り替えていこうかと思います。まあ、単純に僕がいつも使っている弦ってことなんですけども、これに張り替えていこうかと思います。そうするともうちょっとね、こうね、きらびやかさがね、この気持ちいいところになってきて、でなおかつこの単純になんかこう爽やかさとか、なんかその説得力みたいなのが増してくると思うんですよ。なんでちょっと、買ったばっかでもったいないんですけども、この最初からついてた弦はまずバイバイします。一応スケール的にね、ちょっとこのトリプルサイズのギターだからね、11でもいいかなと思うんですけども、今回はとりあえず僕のストック、あ、なんか渋い、こう急に渋くなった。ストックの中にもエリクサーがちょっと10しかないんで、ちょっと10、貼っていこうかなと思っております。まあ一応ギターのポテンシャルがね、その、なんだろう、その出音のさ、一番大きな要因にはなるんですけども、意外とこうなんかこうセッティングをしっかりしたりとかすると、安いギターでもね、そこそこなっちゃったりとかするんですよ。まあ前のその前でもね、ちょっとおお、すげえペグが超グラグラしてるここ、まあ前回もその前でもね、ちょっと何かそれが証明された感じはありますけれども、
割とちゃんと弦を変えてまともな弦に張り替えて、でなおかつそのセッティング弦高とかネックとかをですそこそこ、ね、調整してあげれば割とまあ、ね、それなりになっちゃったりとかするんです。まあそれでもやっぱ比べちゃうとダメだけどさ、でもまあ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 その最初の初期状態よりかはまあいいでしょうみたいな感じになるわけでございます。すごいなこれ、ペグよく見たらなんか結構甘いぞなんかまあしょうがないか。あ、このここもなんかすごいめちゃめちゃグラグラしてらっしゃる。これは思ってから増し締めすればなんとかなる話だな。こんな感じでございます。でここからその弦を外して、弦交換をしていくんですけれども、くれぐれも良い子のみんなはこんなブリッジの木材に直接プラスチックを立てるような真似しちゃダメだぜ。このプラスチックがブリッジを傷めて傷になっちゃったりとか跡になっちゃったりとかするから、こんなことしたら絶対にダメだぜ。バシコーンっつって僕と約束だっつって、ダメだぜ良い子のみんな真似しちゃダメだぜ。でちょっくら、最初から立てる弦がこれで取れました。こちらはね、まあ使うことないから、まあもうプルッと捨てちゃいましょう。これ何の弦なんですかね。中国の国内でもやっぱり弦って作ってるのかな。その前回のね、このギター紹介した時にさ、なんかこのおまけの弦の替えセットとかありましたけども、全然見たことないパッケージだったからな。普通にこの説明の後ろとか見てみると、普通に中国語書いてあったし、やっぱ中国でも作ってるんでしょうね。中国の弦メーカーって全然わかんないですけど。ペペン、このギターにエリクサー貼るのもちょっともったいない気がしますけれども、まあ背に貼は変えられねえということで、ちょっと惜しみなくエリクサーを投入していきたいと思います。まず10、ベベン、そして14。先に言っておくと、あのね、劇的に変わると思いますよ。といってもまあその動画見た、あの最初の動画見たからね、知ってるかもしれないですけども、劇的に変わると思います。で基本的にエリクサーってそのね、シャリシャリしがちなんですよ。他の弦に比べると結構高音成分が強くて、そのきらびやかって言えばねいい意味だけども、なんかこの悪く言うとね、音がね軽いんです。すごいこのなんだろう、どっしり感がないというか、重みがないというか、そういうこのチャラい感じになるんです。でその音がやっぱりこの苦手っていう人もいらっしゃるんで、そういう方はですね、このエリクサー結構嫌う傾向があるんですけども、僕はどっちかっていうとこのエリクサーのそのキラキラ成分にちょっと見せられてしまったタイプなんで、ちょっとまあ基本的にエリクサーで交換していくんですが、もし皆さんがね、まだ自分が気に入ってる弦、好きな弦、好みの弦、好きな音色とかがもし模索できてなかったならば、そういったね、このキラキラ成分とかどっしり成分とか、なんかそういったところに着目して、着目じゃなくてなんか注目っつうんですかね、していろんな弦を試して音を聞いていくと好みの弦が、見つかるかと思います。一応僕はこのエリクサーのナノウェブの、フォスファーブロンズ10どんなのを使ってますけども、これが別に全員に対しておすすめというわけではありませんので、その点は要注意って感じです。本当に弦はねそれ好みなんで、いろいろと試してみて、自分の好きな弦を、見つけてみてください。結構音が変わるからね、いろんな弦を試してみるのもすごく面白いかと思います。その何倍で弦交換に関して、前に10分で弦交換ができるようになるかもしれない動画みたいな、そんな動画も公開しているので、弦交換を早くやりたい人とかはですね、そちらの方も参考にしていただけますと幸いでございます。一応まあ早くなれば、一応そうだ、ね、10分ないぐらいで交換できるかと思います。10分ないぐらい全然関係ないですけど、この間お茶の水に行って、アコギをちょっくら買いに行ったんですよ。僕じゃないんですけど、その石川美穂がアコギを欲しいっつって一緒に買いに行ったんですよ。であるお店で試奏しようと思ったら、まあ弦が古いと、だいぶ弦が古くなっているとということで、そこの店長さんが、ちょっと待ってください、このギター少し弦交換しますと、試奏する前にちょっと弦交換させていただきます、いただくのでって、ちょっと2分待ってくださいって言ってたんですよ。2分で、2分待ってください、お2分かっつって、すげえなっつって、俺ですらって言い方が適切かどうか分からないけど、俺ですらね5分ぐらいかかるのに、どう頑張っても2分ってまたすげえなと思って、やっぱね、楽器屋さん店員さんはやっぱ店長さんとかもなると、やっぱすげえスピードで変えていくんだなと思って感心したんですよ。
でまあその間ちょっとこうちょっとねあの石川美穂と二人で待ってるじゃないですか。なんかこういろいろこうねあでもねこうでもねみたいな感じでギターの話とかしながら待ってるじゃないですか。あの全然ね2分経過してもねまだね6弦巻いてねえんですよ。6弦すら巻いてねえんですよ。あれおかしくねっつって2分って言ってたのに2分経ってまだ弦全部外して6弦しか巻いてないんだけどこれどういうことっつって、なんかワンストリングスギターなんですかねみたいな、ワンストリングギターなんですかねみたいな感じで、これなんか全部貼ったらこれなんか普通に何分かかんだかわかんないですけれども、このとりあえずこの2分で済んでるとは思わないんですけど、どういうことなんですかこれって言おうと思ったんだけれども、でもそんなことも言えるはずもなく、まあ待ってたんですけども、結果的にね15分ぐらいかかってました。15分遅いやないかって感じですよね。遅いやないか店長2分って言っときながら15分かかってるじゃないですか。あなたの2分はどうなってるんですか。精神と時の部屋にでも行ってるんですかっつって、どういうことなんですかって言いたかったけども、なかなかそんなことも言えず、でチューニングが遅いっていうね、なんかそういう時こうねなんかこう困っちゃいますよね。なんかどう思います、どう思います。いや別にそのなんだろう、そのチューニングが遅いって別にそれはそれでいいんだけど、それはそれでいいんだけど、なんか見てるとなんかこのまだるっこしくなっちゃって、なんかこのちょっと貸してって言いたくなっちゃうんですよ。なんかわかります。でもそれってさなんか悪いじゃん、けど遅いんだチューニングが。とにかくそして弦交換もね遅いんだ。もうやっていいならちょっと俺やるからちょっと貸してみたいな。ちょチューニングとかちょっといやいいんだけどさ、ちょっといや遅いっつって、ちょっと本当に遅いっつって、ちょ待ってんだけど遅いっつって言いたいんだけども、でもまあそんなことは言えないですよね。どうしたらいいと思います、そういう時って。遅いって言えます、皆さん。ちょっとやめてっつって、遅いっつって、ちょっとあんた原稿感遅いんだけど、ちょっとチューニング遅いんだけどっつって、どういうことっつって、ちょっと俺やるからちょっとどいてとかって言えます。どいてとは言えないか。でもまあねー、そんなこと言っても逆にその失礼ですからね。そのね向こう側はそのなんだろう、そのチューニングしたり原稿感したりとかするのが仕事なわけじゃないですか。なんかそうね難しいところでございます、人生生きるって。でそのまたこの似たような感じでさ、そのコンビニエンスストアとかにいてさ、そのなんだろう、駅のコンビニとかさ、ほらあのニューデイズとかキオスクとか行くとさ、やっぱその基本的に混んでるからさ、その店員さんのスピードって超速いじゃん。なんだろう、その本当にもうパッと行ったらパッと行ってパッってみたいな感じで、で僕あの結構そのスイカとかペイペイとかで払うことがすごく多いから、そのレジとかがねめっちゃ速いんですよ。そのおにぎりとかコーヒーだけとか、ね、お茶だけとかと本当もう秒で終わるじゃないですか。あれもうペイペイでピポンっつってはい終わりっつって、スイカでピピンはい終わりっつって。でもね本当もね、そのコンビニとかは別にそのなんだろう、急いでるわけじゃないけども、もう秒で会計することに慣れてるから、なんかこうねやっぱスピードをねおのずとね求めてしまうんですよ、ついつい。でまあある程度はいいんだ、ある程度はいいんだ、ある程度はいいんだけど、そのねお店のちょっとこれは断定しちゃダメだなまあいや言っちゃおう。あとうちのお店の近くのコンビニエンスストアですね、その基本的に混んでないからね、すごいこのねゆっくりなんです、すごく。で僕がちょっとこの急いでます。でその前の会計のお客さんがそのカゴいっぱいとかにちょっとこうねあのたくさん品物があります。でまあなんだろうな、その急いでない時はいいんだけど、割とそのさちょっと早くしてくれっていう時あるじゃないですか。そのレッスン前とかさ、レッスンの合間とかさ、レッスンの合間とかだと本当15分とかしかないからさ、そのちょっとこの買い物行くとかも結構はってこう行きたいんですよ。けどすごいその店員さんがですね急がないんだ、すごいね急がないんだ全然。もう後ろにどんだけ並んでようと、買い物の点数が多かろうと、全然急がないんだ。ちょっとね、そこはね、これ僕のわがままなんだろうな、きっとな。ちょっともう、ちょっと急いでほしい、そういう時は。少し急いでほしい。後ろにお客さんが並んでる時は、ちょっと急いでほしい。どう思います、それ。どう思います、この話。ちょっと急いでほしいって思っちゃうタイプなんだけども。どうなんだろう、どう思います、皆さん。まあ、ゆっくりね、ほらね、急がなくていいときは別に急がなくていいんですよ、急がなくて。けどさ、その並んでたりさ、あの前のお客さんがカゴいっぱいでさ、こうで僕なんかこのコーヒー1個だけとかでさ持ってるときにさ、ねちょっとこうあれちょっと待たせてんなみたいな感じでさ、なんか思ったりとかするとさ、ちょっとこうあ早めに行こうっていう風に、なんか僕が店員さんだったらなるかなっていう、なんかそういうわがままなんですけども、なんかわかりますでしょうか。基本的にそんなに急ぐタイプじゃないけども、たまにそののんびりしさのんびりされすぎるとちょっと急いでくれって思ってしまうみたいな、そういう感じ。
でギター書いた時も別にその原稿感してもらってる時にそんな急いでるわけじゃないけども、急いでるわけじゃないけども、できればその帰宅ラッシュが始まる前にお茶の水から脱出したいっていうのがあったんで、あのね、ちょっと早くしてくんねえかなっていうねのもあったりとかして、その10分間があったらちょっと他のお店見られるし、もしかしたら帰宅ラッシュにちょっとこの被らずに行けたかもしれないんだけどなみたいな感じの、なんかそういうなんかわがままみたいななんかあるじゃないですか。どうよそういうの、どうよどうよ、君の考えを聞かせてくれ、コメントで、コメントに書いてくれ君の考えを。コンビニエンスストアは、コンビニエンスストアのサービスの中にスピードは入っているかどうか否か、どう思います？コンビニエンスストアのサービスの中にはスピードは求めてはいけない、丸か×か、イエスかノーか、威厳が渋い。ちょっと待って、すごい原稿が上がった気がする。なんで、どうよ、それ。あ、ちなみにこれあのかじるとこのこんな音がします。このピューンってこの音です。この音と語源のこのハーモニクスが同じ音になるはずなんで合わせていきます。どうよコンビニさん、どうよ。コンビニ店員さん、もし見てらっしゃいましたらあなたの意見を聞かせてくださいませ。ちなみに僕は元コンビニ店員でしたけれども、8年ぐらい、もう8年言い過ぎだな、6年ぐらいやってたけども、結構急いでやってました。お客さんもバッとさばくぜっつってちょっと急いでやってましたタイプです。急いでたタイプです。お、ちょっとこれいい音じゃない。1本ずつでこのベンベン鳴らしてるだけでもちょっと分かるくらいいい音じゃない。ちょっとこの腰があるんじゃない、低音鳴っちゃってるんじゃない、これミッド来てるんじゃない。心なしかこの高音の成分もこのあんまりこの耳障りな感じじゃないですよね。これいいんじゃない。なんか心なしか音量も上がってるような感じがしますよね。そしてこう何よりもそのなんかこの説得力みたいなのが増えたのがすごくわかるかと思います。どうですか、こんな感じで、まあ、元からついてた弦があまり良くなかったっていうのはあるんだけども、弦変えるだけでこんだけサウンドが変わるんですよ。面白くないですか。あとはこのサドルを少し調整してもうちょっとこの弦高を私好みにしていけば、割と使えるんじゃないかなという一本でございます。これから日曜日とかにねそのサリゲンク登場したりとかすると思いますので、よかったら、こちらのギタリストというメーカーのギター、よかったらお見知りおきいただきますと幸いでございます。そんな感じで今回の動画は、工場出荷時の弦から張り替えてみたらこんだけ音が変わるよっていう感じの、お遊び動画でございました。参考になれば何よりでございます。それではまた違うところでお会いいたしましょう。グッバイ、さようなら。